今回は世界の老舗企業にスポットを当てた記事から。早速ですが、要点は以下になります。米国最古の農園場シャーリープランテーションは1613年に開園したが、705年に西山温泉で開業したケイクモ館は同じ一族が52代にわたって経営。その時すでに創業からほぼ1000年が経とうとしていた。石川県の奉仕旅館も同じような歴史を有している。上記の西山温泉ケイクモ館ですら日本では最古ではない。建設会社の金剛組は西暦578年に設立されているのだ。日本にある老舗企業の数は膨大である。西暦1300年以前に設立され、今も続く企業50社のうち24社が日本にある。また200年以上の歴史を持つ企業は世界に5586社存在するが、そのうちの半数以上となる3146社が日本企業である。100年以上続く日本の企業は2万1000社以上に上る。以上になります。記事のコメント欄には海外から驚きの声が多数寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。